鯉が滝を登り詰めると竜になるっていうふうに言われてて、はい、あの昔から登竜門とか、まあ、お笑いの世界でも例えばここがお笑いの登竜門みたいなありますでしょ。これ実はですね、はい、この図柄よく見ていただきますと、はい、このね上の方に竜がいるんですよ。あ、登ってますね竜が。竜が登ってるんですよ、はい。どうも、龍拳水曜すげに三つ星ジョージです。そして掛け軸伝道師の岡崎と申します。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先週高砂の掛け軸、はい、ありがとうございました。あ、いえ、結婚祝いでいただきました。おめでとうございます。先週から、はい、うちに飾らせていただいて、はい、のすぐに変化がありました。変化、共働きなんですけど、はい、ほぼ家のことは妻がやってくれてるんですけど、はいはい、僕が、はい、その妻のことを手伝えるようになりました。掛け軸かけてから、はいはいはい、そうしたら、はい、妻が鬼嫁じゃなくなりました。そうですか。いや、本当にもううちには欠かせない、はい、宝物になりました、高砂は。それは素晴らしいですね。あの効果絶大ですね。あ、はいはいはい、掛け軸一つで本当にこんなに運気が上がるのかってびっくりするぐらい、はい、で毎朝、はい、あの高砂を見れるところに飾らせていただいてるんですけど、はいはいはい、あの自分の気が引き締まって、はい、なんかこ自らの行動が変わりましたね。あ、素晴らしいですね。鬼嫁じゃなくなるんだったらうちもやってみようかな。本日の掛け軸は、今日はですね、はい、あの5月人形の、うん、まあ、後ろに飾る掛け軸というのをご紹介しようかなと思うんですけど、ほう、5月人形の後ろに、あのその今ジョージさんの後ろにある兜のこの掛け軸なんかを飾ると、はい、まあ、あの兜と兜は重なっちゃいますんで、やっぱりこう違う図柄を飾られた方がいいかなと。なるほど、ですよね、はい、でその中で一つご紹介したいのがこの鯉の滝登りの掛け軸。鯉が滝を登り詰めると竜になるっていうふうに言われてて、はい、あの昔から登竜門とか、まあ、お笑いの世界でも例えばここがお笑いの登竜門みたいなありますでしょ、はい、あれっていうのはここさえ乗り越えれば鯉から竜に変身して出世しますよって言いますよね。あ、そうなんですか。そういうです、はいはい、じゃあまだ僕、はい、登竜門にもたどり着いてないですね。だからこれから伸びしろがあるってことですね、はい、そういうことですので、あの鯉のぼりを上げるっていうのは基本的にはそういう意味で、やっぱりその子の立身出世を祈願してこうやって鯉のぼりをかけたりするんですよね。はあ、はい、なるほどね、はい、面白いですね。さらにこの夫婦の鯉は、はい、商売繁盛にもつながるっていう話があって、一時期すごくブームになったりしたこともあったんですけど。あ、そうなんですか、はい、これ実はですね、はい、この図柄よく見ていただきますと、はい、このね上の方に竜がいるんですよ。あ、登ってますね竜が。竜が登ってるんですよ、はい、鯉が竜になりかけてますね。そうそう、なりかけてるんです。はい、今まさになろうとしたところを描いた図柄なんですけど、はい、描いた方がこれがすごい。どうなったんですか。どうなったですかね。こう僕も知ってる。ちょっと見たことないですかね、このなんか数踏みとかってありますけど、なんか見たことないですかね。もしかしてあの、はい、イケメン絵師出ました。イケメン絵師です。イケメン絵師ですか。はい、すごいですね、はい、顔もイケメンですし、やっぱ画力の方もそうですね、すごい躍動感がありますよね、はい。であのこれもあの9月の展示会の時には実際にこう実践をしてて、ええ、あの実はですね、この滝のこの水しぶきをこう白を垂らしてこうやって表現して、逆さにしてまた垂らしてみたいなこう説明をいろいろこうしてた、そういった作品になるんです。ああ、そうなんですね、はい、目力もありますし、鯉のそうですね、はい、この模様にも力がありますし、はい、綺麗ですね。また黄金色というか。そうですね、はい。はあ、この波も本当に透かし絵のようで、とっても素晴らしいですね。そうですね、あの絹絵ならではのこの技法をいろいろと使いながら、うん、はい、やっぱり一つ一つ丁寧に描かれてますので、はいはい、本当にあのこれからの季節飾っていただくのはいい掛け軸じゃないかなというふうに思います。本当に僕効果絶大だったので、はい、こういった掛け軸も見て、はい、ね、お子さんにどんどんつないでいってほしいですね。そうですね、また思いが伝わるというのがすごく大事だと思います、ね。